ではテクニカル的な見通しをちょっとお話していこうと思います。まあでもね、今回12週目なんですけども、テクニカルで判断するのはね、ちょっと不可能だと思いますね。それは日々巨大材料が入ってくるからなんですよ。とりあえず月曜日火曜日は日銀政策決定会合があるでしょう。で、植田総裁は多分利上げの方を発表すると思うんですよ。そうなると、この十数年なかったような動きがね、出てくると思います。テクニカルなんてのは本当に吹っ飛ばしますよ、こんなのは。で、水曜日は祝日になりますね。ですんで、日本の市場がお休みです。で、21、22と木、金と何もないかって言ったら、これはこれで結構あるんですよ。ね、アメリカの方から材料が投下されますんで、そんなに落ち着いてテクニカルで勝負することはできないかなと思います。まあ、とはいってもね、日中は多少できる時間があると思いますので、しつこくね、その辺はチャンスをつかんでいきたいと思います。まあ、基本的には第2週、12週目はね、トレードできなくてもしょうがないと。やれば、まあどちらかというと、マイナスになる可能性がでかいですから、損失を出す可能性がね。まあですんで、自分の力に挑戦したい方とか、それから、まあ大きな、荒れ相場になりますんでね。そこで、まあ宝くじみたいに、ギャンブルみたいにね、利益を取っていきたいな、当たるも八卦だって方は、まあトレードすればいいんじゃないかなっていうところです。まあ私はあんまりお勧めしないですね。この12週目にトレードすることはね。まあ私自身はやりますし、それから相場解説でやっていきますけども、いやでもね、先週とは全然違いますよ。先週は簡単だったんですけども、今週は厳しいと思います。で、その中でテクニカル的にそれでも申し上げますと、この週足なんですけども、せっかくですね、上昇には向かっていたんですよ。テクニカル的に考えると、まだ上昇の目安はありますんで、149円足しましたけどもね、150円目指してじわじわと上がっていくっていう1週間になるのかなと思いますけども、だってね、利上げの発表があるわけですから、おそらくですけども、そうなったら、瞬間的にでも、中期的にでも、これは円高の方向に向かいますよ。つまり下の方向に行くってことです。テクニカルはここで腰を折られるってことになりますね。はい。まああまり材料のことを話してもしょうがないんで、テクニカル的な解釈を申し上げていきます。で、これは、こちらの迷いの陽線が次の陽線に至ってですね、やっぱり陽線で終わりましたんで、その次も陽線になる蓋然性が強いと。で、さらにもう一個出ましたんで、これはもう本当綺麗な赤3ペ、赤4ペですんで、この移動平均線を突き破ってね、上に突き出てくれるっていうふうなのがテクニカル的な解釈です。だから150円の方に向かってですね、150円半ばの方に12週目は行くんではなかろうかっていうふうにデイリーの方を考察しますね。で、次は4時間足ですけどもね、4時間もこれ完全上昇トレンド乗っかってるでしょ。しかも下落トレンドから転換して上昇トレンドですから、これはしばらく続くのかなと。今半値戻しを完成したところですから、これは綺麗に前値戻しまで進んでいくんではなかろうかと思います。そうなると150円の半ばで止まるってことになりますので、日足と同じような形を取るってことになります。はい。で、1時間ですね。はい。1時間なんですけども、もう本当にずっと前から上昇トレンドずっと書いてますんでね。もうそれだけですよ。ロスカットを食らうまでずっとバイでいきましょうっていうふうな話になるのがいつもの解釈です。で、最後にちょっとね、修正を入れると、12週目はテクニカルがあんまり使えないぐらい材料が投下されますので、この上昇トレンドは、まあ早々にね、壊れるってことになるでしょうね。で、下に下がっていくと思われます。まあ、そんな12週目のスタートになると思いますが、実際に始まってみるといかがでしょうか。それでは月曜日はね、日銀政策決定会合の1日目でございます。それについて特に大きな影響はないと思いますけども、利上げを見越してもうすでに、利確に出る人もいるんじゃないかなと思いますけどね。それでは。